はい、というわけでわらしべ長者企画パート4ということで、前回ハヤブサ丸のモードチェンジだったものが今回何になるのでしょうかっていう話ですね。ハヤブサ丸の MC はだいたい今の価格で言うと2700円ぐらいです。で、今回変わったカードがもうとっとと出していきます。せーの、バンということで、ニコルボーラスですね。ニコルボーラスの BBP、 価格で言うと約4000円ですかね。ちょっとかなりでかいものになっちゃいました。というわけで、まあわらしべ長者のこれと一緒にね、これ送らせていただきたいと思います。ありがとうございます。というわけでね、こんなもん尺30秒しか持たないので、ちょっと続きですね。前回出した物理抽選のオリパなんですが、なんと販売開始1分で全て売り切れまして、でちょっとねツイキャスを開いたんですよ。したらね、ちょっと買いたかったのに買えなかったって人が多発したため、ちょっとこっそりね60個ぐらい新しいの作っちゃったんですよ。なので、まあ新しいものを60個作るってことは、それに応じて当たりも増やさないといけないので、今回今から当たり増やした当たりを今から見ていこうと思います。まあまず増やした小当たりですね、こんな感じになります。順番にまあ軽く見ていきましょう。ビルヘルムとジンみたいなね。で、クリスタルメモリーと、なんだこれ、ナチュラルゴデンジャーが2枚とマナクラ4ですね。マナクラボロボロだなこれ。で、クロックとドラゴンズサイン4とウィズ1みたいなね。というわけで、だいたい5000は超えるように作りました。これはチェンジザ2と7、チェンジザ2クロック4か。みたいなね、こんな感じでいろいろ作ってきました。お使い4とサッバークの火3とミラダンテトゥエルブ通常ですね。まあこんな感じですかね。ビルヘルム、キングダムオカブトの火3ですね。が4枚とハードラックが3枚みたいなね。まあ無理やり金額揃えたのもあります。キリウィンジンと、あ、プリン生姜昇竜ですね。まあこれ結構いいんじゃないかな。まあ普通になんか実用性的な観点からね。で、生姜とバイケンが4枚。だとか。メガマグマドラゴンは確か普通に4枚入れましたね。そんな感じです。まあ、ポクチンチンも4枚入ってますね。はい。というわけで、まあ、こんな感じのものをね、いっぱい作らせていただきました。ニトロが4と、踊りのプロモが4と、ヘッドが1ですね。踊りが結構高いみたいなとこがありました。はい、というわけで、まあ、5000から6000ぐらいのね、まあ、小当たりをいくつか作りましたと。で、この他にまだ増やしたものがありまして、すいません、これもですね、パンツァーパクリオ、キュラックスと、あ、ポンチェか。まあ、これもあれですね、小当たりですね。はい、で、もう1個ね、もう1個つか、もう3つあるんだけど、まず1つ目、デスザーク、もう1個あったので、こいつも追加で入れます。デスザークデッキですね。はい、デスザークデッキっていうのと、あとはジョットガンジョラゴンのデッキですね。これ今ちょっとなんか知らんカードがあるぞ。あ、これあれだ、外れだ。はい、で次ですね、まあジョーカーズですね。まあいろいろちょっと同じカードをこうやって重ねてるんですけど、まあこんな感じですね。普通にジョーカーズフルセットあります。あ、ただこのデッキちょっと欠陥部分が1個あってね、ポクチンが2なんですよ。ここだけご勘弁ください。まあ一応ね、価格にすると結構するのでデッキできます。で、次。これ結構高い。これ結構高いです。レンドラですね。これも買い取ったものをそのまま出す形になるんですけど、そうですね。ニコルボーラスが4で、カブトリアルクーガーも4で、ビルヘルムも4なので、正直クソ高いですね。3万コースだと思います。これを付けさせていただきます。デッキごとです。で、もう1個ですね。普通に単発カードとして、デッドゾーン1個追加させていただきます。なので、トータルで当たりこんだけ増えました。で、確率なんですけど、前回確か 35% って言ったんですけど、この段階で計算したところ、だいたい 35.5% ですね。なので、まあちょっと確率上がりました。まあすでに購入された方もね、まあお楽しみいただけるかなと思います。まあこれらの商品が追加されましたっていう話ですね。まあそれでですね、まあそういうのずるいと思う方結構いると思うので、今ちょっと頑張って数増やしてますので、もし再販できるのであれば、今日の夜ツイッターでまた告知させていただきますので、ぜひね、ツイッターの方をフォローよろしくお願いします。まあ僕に余裕があれば概要欄の方にツイッター貼っときます。というわけで以上、わらしべ長者企画パート4でした。